ハインリヒ・クラーマーは、15世紀ドイツのドミニコ会史、宗教裁判官、魔女の土の著者、ハインリヒ・インスティトーリストも、マリアス・マレフィカルム・オパスキアラム・イン・アウリス・マナーキー、アントニー・デ・ローゼリス、1499-1430年頃、エルザス地方の帝国都市シュレット・シュタットにて出生。若くして、教理のドミニコ会修道院に入り、教育を受けた。その後、 おそらく、ケルンのドミニコ会、大宮学校で学問を収めた。講師を務めながらの学業の末、1479年までに、ローマで、進学博士となり、人文主義者風に、ラテン名ヘンリクス・インスティトーリスを名乗った。1474年、ドミニコ会指導部より、異端新聞官に任命され、その4年後には、教皇シクトゥス4世より、上部ドイツで、 異端審問を行う権限を認定された。教皇の宗教裁判官としての彼の関心事は、教皇主遺説にことを唱える、公開議主異論者の取り締まりと、魔女や、異端の撲滅であった。1484年、クラーマーは、マレフィキウムに手を染める男女を求問する権限を彼に、与える、教皇直書を、インノケンティウス8世から引き出した。この教書は、 スンミス・デシデランテス・アフェクティブスというタイトルで知られる。翌1485年にはさらに3通の教皇の認定書を得て、ティロル白領内のブレッサノーネシ教領に入り、魔女狩りを始めた。ティロルにおける審問で、クラーマーが取った手法は、容赦のない拷問、弁護の禁止、尋問記録の改ざんといった、当時の基準に照らしても秘法なものであった。こうしたやり口に、 現地の市民や貴族、聖職者たちは反発した。ブレッサノーネの司教ゲオルク2世イゴルザーは、ティロルの首都インスブルックの法廷に代理人を派遣して、対抗し、被告に弁護人をつけることに成功した。クラーマーの審問手続きに問題があるとした、弁護人の主張は認められ、被疑者たちは釈放された。クラーマーは立ち退きを干渉する司教ゴルザーの書簡を受け取っても、 なお当地に居座ったが、翌年2月にはティロルから撤退した。ゴルザーは友人に宛てた手紙の中で、クラーマーは猛獄して幼児化し、狂っているようにも見えると評した。この敗北の後、魔女とそれに対する法的手続きについての知見を、まとめたタイ部の著書を短期間で書き上げた。それが魔女裁判の手引書と言われる魔女の土である。同書は1486年秋に、 シュパイヤーで初めて引行された。1500年、クラーマーは教皇アレクサンデル6世より米ンとメーレンでワルドー派を取り締まる権限を与えられたが、その地で魔女裁判の成果を上げたという記録は残っていない。1505年、メーレンのオルミュッズで防止した。ありがとうございます。